皆様こんにちは。お囃子塾第17話にようこそ。これまでは主に江戸時代以前の物語を中心とする時代物の作品に使われる音などをご紹介してきました。今回からは江戸時代の人々の生活に焦点が当てられた作品をご紹介し、その中に使われているお囃子をご紹介していきたいと思います。この先は6回にわたり、次のような順序でお囃子を紹介させていただきます。1、通り神楽。2、射天。3、手まり歌。4、騒ぎ。5、音頭。6、火事。今日のトピックは、ともやっこに使われる通り神楽ですが、まずこの曲の背景となる江戸時代がどんな時代だったかを振り返り、参勤交代で江戸に滞在中の武士の暮らし、やっことは何か、ともやっこという舞踊曲について、そして最後にその曲に使われる通り神楽の順でお話しします。江戸時代の人々の暮らしを描くお囃子を語るにあたり、それがどんな時代だったかちょっと振り返ってみましょう。江戸時代とは265年もの長い平和が続き、庶民の文化が花開いた世界史上でもとても珍しい時代です。合戦の主役であった武士の本業はなくなり、すべての力が行政活動に注がれたため、経済は爆発的な高度成長を遂げました。その間、さまざまな産業は発展し、いわゆる文化遺産が築かれ、舞台芸能が育まれました。商業の発展とともに、道路、橋、水路、水道、下水、あらゆる公共事業も行われました。市民生活の質が大きく向上した時代でした。ところで、江戸の面積の7割は武家屋敷で、その大半が全国から集まった殿様と家臣の大名屋敷が占めていたと言われています。では彼らの暮らしはどのようなものだったのでしょうか。参勤交代で江戸に滞在する1年間は、職務以外年中行事への参加、上司への挨拶、儀式への参加が主な仕事だったようです。それ以外、武士は教育、武道に励み、哲学や文学などを学び、詩歌を読み、能や茶の湯をたしなむなどをしていたようです。現役の間は幕府の監視下に置かれて、かなり退屈な日々を余儀なくされていたようですが、幕府の規制が解かれる隠居後は、余暇を大いに楽しみ、浅草寺や神田明神などの寺社参詣、お花見、蛍狩り、月見などを楽しむほか、お芝居にも日参したようです。江戸時代の文化の繁栄の裏には、これらの武士の存在があったようです。では舞踊曲ともやっこの話に移りたいのですが、その前にやっことはどのような人だったのか振り返ってみましょう。お囃子塾の第13話での参勤交代による大名行列の話を思い出してください。地方の大名は1000人を超す人数で、2年おきに長旅をして1年間江戸で過ごす義務がありました。参勤交代には荷物持ちと防犯よけに、町人の中から若い力自慢を選び、領地から江戸まで同行させたのがやっこです。ともやっこは1828年にできた長唄の代表的な曲で、当時流行した七変化の一つと呼ばれています。七変化とは、
歌舞伎の所作ごとで7種類の舞踊を組み合わせて一人の役者が連続して踊るものを言います。この物語では主人のお供をするはずのやっこが出遅れて浅草から吉原まで夜道を近道で追いつこうと提灯を持って追いかけていきます。その途中主人が派手な綿入れの着物を着て六方振りという歩き方をするのを真似、その後活発な足拍子という芸を披露します。今日は幕開け部分と足拍子の一部だけご覧くださいませ。ともやっこのお囃子は通り神楽で幕が開き、おろしでやっこが花道から走って出てきます。小鼓大川と太鼓の掛け合い、舞踊家の足拍子に小鼓のソロ演奏のある楽しい曲です。ともやっこの幕開きには通り神楽が使われています。昔江戸の街中で聞かれた音楽だと言われ、このような江戸の街並みの出てくる物語の幕開け、幕切れ、また場面転換などにも用いられます。大太鼓と竹笛で演奏されます。このバタバタと足音を追うお囃子をおろしと呼びます。鼓が踊り手の足拍子をこのように引き立てています。太鼓の音が7つ、5つ、3つと聞こえますが、その大変に微妙な間にご注目ください。今回は江戸時代がどのような時代だったかを振り返り、参勤交代で1年間江戸に滞在していた諸大名の話、大名のお供をしていたやっこの話、ともやっこという曲、そして最後に長唄ともやっこに使われる通り神楽というお囃子をご紹介させていただきました。次回は社典という手組みをご紹介させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の温かいコメント、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。